どうもファーブルです。ちょっとね今ちょっと待って。どうもファーブルです。ここは以前、イモリをね、はい、2度ほど捕まえに来たポイントに来てます。そして今急に雨が降り出しました。はい、いきなり雨で、ちょっと網を忘れたんで、あの即席の車に積んであったちっちゃい網で青くんがガサガサをしています。大物釣ります。取れないと。あ、ヤモリ。あ、入った。ちょっと見てみよう。そんなちっちゃい網で入るんだ。ちょっとどうしようか。ここよく行ったね、光くん。じゃあね、青くん、これいけるか。よいしょ、2人気をつけて。よいしょ。これおお、イモリです。かわいいですね。これちゃんと綺麗な下毒あるんだっけ。後ろは赤原イモリね。はい、おお、めっちゃ赤。うん、かわいい。毒あるんじゃないの。毒あるね。ちょっと気をつけんと。あ、でも上からでも見える。さっきなんかここら辺に逃げてきて、ね、逃げてったね。二人ぐらい見えた。しっかり毒があるんで、まあ皆さんは触った後しっかり手を洗いましょう。目こすったりしても、ね、危ないんで。そう、やばい。ちょっともうちょっとガサガサしてみて。はい。いや、前来た時よりだいぶ草が茂ってるわ。あとなんか前結構深くなかった？前より水が増えてる。取れた？大物の石をゲットしました。特にね、3匹くらい捕まえたいね。いるよ。ここも多分おらん。いやー、でも、いける？ちょっと青くん、大丈夫？落ちない。落ちたことに捕まない。気をつけてね。この葉っぱ、切れる葉っぱだから。ちょっと網が小さいね。ここから足滑らせたら終わり。お、イモリ2匹です。いいね、かわいい。ここは安定しているの、ちゃんと。すごいね。昔と変わらない。でも昔もっといたな。かわいい。入れた？入れてる。うわ、めっちゃ入るじゃん。3匹入ってた。行ってみよう。うわ、なんか水カマキリも取れてる。あ、すごい。これ水カマキリです。自分は大丈夫だよね、サンダルだから、ね、まあいいけど、あんまり入るとさ、ズボン濡れるの。いや、ここは本当豊富やわ、イモリが。いつ来てもいいところ。イモリの楽園。ではまあ、また定期的にここにはやってきたいと思います。